はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回は英語が得意でない方でもアメリカアマゾン物販をセラーとして行えるのかという話をさせていただきます。私の生徒さんの大部分の方というのは留学経験があって英語がペラペラだとか、高校生の時に英検準1級取ったといった方ではありません。大方の生徒さんは英語がむしろ不得意だったり苦手意識をお持ちの方たち、よって彼らが意気承認と言ってしまえば身も蓋もない話なのですが、具体的にどういった条件で英語がそこまで得意でなくてもアメリカアマゾン物販セラーとして十二分に活躍できるのかという話を掘り下げてさせていただきます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録お願いいたします。今回の論点3点あります。まず1点目、そもそも英語に対して苦手意識をお持ちの方は、実は中学高校時代の学校英語に対して嫌な思い出があったからという方がほとんどで、実践的な英語に取り組んでみると意外と楽しいことが多いです。2点目、アメリカアマゾンで販売すると言った際に、先入観で1から10まで何から何まで英語でやらなきゃいけないと誤解している方が多いです。3点目、当然商品リサーチを行ったり商品ページを作成するときは英語と向き合っていく必要があるものの、別に難しいビジネスメールを書くわけでもなく、小難しい論文を書くわけでもありません。では早速話し始めます。まず1点目、英語に対して苦手意識をお持ちの方、それはあくまでも中学高校の学校英語の弊害のようなもので、実践的な英語かつコミュニケーション能力とはまた別の、自分が出す商品の情報を適切に伝えるだけの英語に関しては比較的楽しく向き合っていくことができるかと存じます。自分は学習塾の講師を7年半勤めていたんですが、当然試験の前の勉強みんなひいひい言いながらやっていますよね。また試験中当然なんですが、カンニングはしちゃいけません。一方アメリカアマゾンの英語というのは、わからない単語があったら調べればいいし、文章だって Google 翻訳で大抵のものは作れますし、そもそも自分で作らなくても類似商品から丸々パクってはいけませんが、一部拝借して使用するだけで十二分に商品ページは完成します。こういった点を勘案すると、英語に対する遠い記憶の漠然とした恐怖心、苦手意識というものは一度払拭していただくこと自体が円滑に取り組むための第一歩となるかと存じます。2点目、アメリカアマゾン物販、何から何まで英語でやる必要は全くございません。具体的には、例えばセラーセントラルというアマゾンの販売者セラー専用の管理画面上は完全に日本語対応していますので、全て日本語で操作をすることができます。またテクニカルサポート、通称テクサポと呼ばれるセラー専用のお問い合わせ窓口もメールだけでなく電話も含めて日本人スタッフが日本語で対応してくれます。重大な規約違反を犯してアカウントが凍結されたといった深刻な事態に関しては、直接英語でやり取りする必要が出てくることがあるものの、そもそもそういった深刻な事態にならないように行うのが商売ですので、基本的には日本語のページを見ながら日本人とやり取りしながらアマゾン物販を進めることができるというわけです。3点目、アメリカアマゾンで販売する限り当然ながら英語を使わなければいけない側面はあるものの、4つの英語を使う場面において実はそこまで英語が得意でない方でも問題なく進められるような方法が存在しています。1つ目、物販はリサーチありきですから、まずアマゾン上で商品リサーチを行う際、一つ一つのキーワードになる単語は Google 翻訳を使ってすぐに英語にすることができますし、検索結果上でまずは画像を見て視覚的に、あ、これ面白そうだなという商品があったら Excel などに商品ページの URL 等々を記載しておく。これだけで十分ですから、基本的な数を集める商品リサーチに関しては Google 翻訳と画像と検索結果に出てきた他の商品のタイトルの一部のコピペだけで事足ります。2点目、私
私のコンサルティングではまず80商品から120商品いろいろなカテゴリーの商材をちょこちょこ調べていただき、その中から10商品から15商品をめどに買い付け候補を選んでいただくのですが、買い付け候補の相場価格などを調べる際も、見るところはこの商品をお客様が検索するのであればどんな検索キーワードで調べるかの検索結果上の数字ですからね。複数の類似商品がいくらで売られているのかをざっくりと見渡していけば対処できます。3点目、商品ページ作成についてですが、商品のタイトルは類似品、商品の説明文も類似品から基本的には拝借します。無論丸パクリするのは良くないですが、基本的には類似商品で上位表示されていて、レビューもそれなりについていて、長めの商品名を一つの土台として、そこに他の1個か2個の類似商品の商品名から重要な単語をいくつかピックアップして継ぎ足すというやり方で、ご自身のオリジナルの商品名が完成します。つまるところ、商品ページ作成といっても、蓋を開けてみると単語の羅列程度の英語の使用並びに類似商品の文字情報を拝借するだけで十分だということです。4つ目、これを一番恐れおののいている方が多いような気がしますが、 Amazon のお客様から直接質問が来た場合はどうすればいいのかという話です。そもそも Amazon のお客様から我々に質問が来るということはほとんどアメリカ Amazon ではありません。また質問が来ると言っても、このバッグに iPhone 8 Plus は入りますかだとか、自分は身長何インチ、体重何ポンドなんだけど、この服はちょうどいいですかといった簡単な英語の質問ばかりです。よって Google の自動翻訳機能で簡単に質問の内容を理解することも返信することも行えます。ちなみに Google 翻訳というのは2種類あって、1つ目は Google Chrome というブラウザーの拡張機能としての Google 翻訳です。アメリカ Amazon の英語の商品ページ上で右クリックして日本語に翻訳を選択すれば、英語のページが丸々日本語に一瞬で翻訳されます。商品ページ上の英語の文字情報を手っ取り早く理解したいときは、右クリック日本語に翻訳機能を使用しましょう。もう一つは Google Chrome というブラウザーを使っていようがいまいが使用することができる Google 翻訳のページです。どちらも下に URL 貼っておきますので、ご関心ある方はクリックしてみてください。というわけで、今回は英語が得意でない方でもアメリカアマゾン物販セラーとして活躍することは可能ですという話をさせていただきました。最後に重要なポイントなのですが、誰でも簡単に楽して稼ぎますよと言っているつもりは微塵もございませんし、そんなことはありえません。英語が得意だろうが不得意であろうが、ネット物販という商売はパソコンという画面を通して行う人と人との間接的な交流ですから、三方よしの堅実な物販を行っている限り、地味で地道な作業の連続のその先に努力に応じた結果があるというだけであって、日本語のセラーセントラルや日本人スタッフ、 Google 翻訳があるから適当にやっても簡単に稼げますよという話では全くありません。また今回の話はあくまでもセラーとしてアメリカ Amazon で販売する場合の話であって、アメリカ Amazon 関係の物販を教える側の人間はそれ相応の英語のスキルが必須だと自分は考えています。最後までご清聴くださりありがとうございます。